ロシアはもうなりふり構っていられないようです。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマはロシアピンチ、プーチン大統領が土下座外交するも大失敗に終わるをお送りします。プーチン大統領の土下座外交が大失敗。2024年5月16日、中国の習近平国家主席とロシアのウラジミール・プーチン大統領は北京で首脳会談を行いました。両首脳は表向きにはアメリカによる封じ込めに対抗するため、軍事面を含む協調をさらに強化することで合意したと発表しました。しかし、発表された声明をよく読んでみると、中国がロシアを見限り出していることが透けて見えてきます。発表では、習主席は中国はロシアと良き隣人、友人、そして相互信頼のパートナーとして協力する用意があると表明し、両国民の友好を何世代にもわたって強固なものにしていく意向を示しました。一方でプーチン大統領は、我々は共に正義の原則と多極化の現実を反映した民主的な世界秩序、そして国際法に基づく世界秩序を支持すると述べ、中ロの協力関係は国際舞台における主要な安定要因の一つだとの認識を示しました。そして首脳会談では新時代の包括的な戦略パートナーシップを深めるとする共同声明に署名が行われたのです。声明では米国が世界各地にミサイルシステムの配備を計画していると非難し、ロシアと中国の安全保障にとって直接的な脅威となると怒りをあらわにしました。また、米国の破壊的で敵対的な路線に対抗し、軍事面を含む協調を強化することに合意したとしています。これだけを見ると、両国の絆は固くなり、プーチン大統領がわざわざ中国まで訪れた甲斐もあったように見えます。しかし、この首脳会談の内容を詳しく見ていくと、中ロ関係には一見した印象とは異なる側面があることがわかります。まず、ウクライナ情勢については、中国側は危機の根本的な解決には、バランスが取れ、持続可能な安全保障の枠組みが必要だと述べるにとどまり、ロシアの立場を全面的に支持する姿勢は見られませんでした。これは中国が欧米との関係悪化を恐れ、ロシアへの支援には慎重な姿勢を崩していないことの表れとも言えます。また、プーチン大統領が重視しているガス販売の問題でも目立った進展はありませんでした。ロシアはウクライナ侵攻により失った欧州市場の代替として中国向けのガス輸出拡大を目指していますが、価格面などで折り合いがつかず、交渉は難航しています。今回、プーチン大統領は土下座する覚悟で、習主席にガス価格の値上げを迫ったはずですが、全く相手にされなかったようなのです。現時点で、中国向けのガス価格は、1000立方メートルあたり約3万1000円程度と、欧州向けの約4万3000円より割安となっています。そのため、ロシアの国営企業ガスプロムの2023年12月期決算は、約1兆400億円の赤字に転落しており、中国市場だけでは欧州市場の穴埋めができていない状況なのです。実際ウクライナ戦争の長期化に伴い、ロシア軍の戦況は悪化の一途をたどっています。2024年5月時点でロシア軍の死傷者数は約50万人に上ると推定されており、戦車や装甲車などの重要な戦力も大幅に失われています。一方、ウクライナ軍は欧米諸国からの軍事支援を受けて戦力を増強し、ロシア軍を各地で撃退しています。特に東部のドンバス地方ではウクライナ軍が着実に領土を奪還しており、ロシア軍の敗北は時間の問題とも言われています。こうした状況を受けて、中国はロシアとの関係を見直し始めているとの見方も出ています。中国にとってロシアは重要な戦略的パートナーではありますが、欧米諸国との関係悪化を招くほどの支援をすることは考えていないことが実情です。実際、中国は最近ウクライナとの関係改善に動き出しています。2024年4月には中国の特使である李輝氏がウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談を行いました。この会談では、中国がウクライナの主権と領土の一体性を尊重することが確認され、両国関係の発展に向けた協議が行われました。
これは中国がロシアとの関係を見直し、ウクライナとの関係改善を模索し始めた証拠とも言えます。また中国はロシアへのエネルギー輸出にも慎重な姿勢を見せ始めています。2024年2月の時点で中国のロシア産石油輸入量は前年同月比で 36% 減少しており、ロシア産 LNG 輸入量も 40% 減少しました。これは中国がロシアへの依存度を下げ、他の供給源を確保しようとしている表れとも考えられます。このように中国はロシアと協力するように見せつつ、一方ではロシアが敗北した後のことを考えているのです。ガス覇権を目指すロシアと中国の駆け引き。ロシアはウクライナでの苦戦を挽回するためエネルギー輸出による外貨獲得を目指してきました。特に天然ガスについては欧州市場の代替として中国への輸出拡大を図ってきました。2019年12月にはシベリアから中国東北部に天然ガスを供給するシベリアの力パイプラインが開通し、年間380億立方メートルの輸出が可能となりました。しかしロシアの対中ガス輸出は思惑通りには進んでいません。その最大の要因は価格交渉の難航です。ロシアは欧州向けの価格と同等の水準を求めていますが、中国側は長期契約で低価格の維持を主張しています。ウクライナ情勢の悪化に伴いロシアの交渉力は低下しており、中国に譲歩せざるを得ない状況です。またロシアは2023年9月モンゴル経由で中国へガスを供給するシベリアの力2パイプライン建設に関する覚書を中国の CNPC という石油会社と交わしました。年間500億立方メートルの輸出を想定していましたが、その後の交渉は難航しています。2024年1月にはモンゴルのオユン・エルデネ首相がシベリアの力2の建設が遅れる可能性があると述べ、プロジェクトの不確実性を示唆しました。中国にとってロシアは安価なエネルギー供給源として魅力的ですが、同時に地政学的なリスクもはらんでいます。ロシアがウクライナで敗北を喫し、国際社会から孤立を深めれば、中国との関係も見直しを迫られる可能性があります。習近平国家主席は2022年2月プーチン大統領とのサミットで友好関係に上限はないと宣言しましたが、その後は慎重な姿勢を崩していません。2024年3月にはドイツがロシア産 LNG の輸入を全面的に禁止すると発表しました。これに対しロシアのノバク副首相はガスプロムが対応輸出を停止する可能性があると牽制しましたが、実際には欧州市場を失うことでロシアの経済的な立場は一層弱まることでしょう。ロシアはウクライナ侵攻の泥沼化と国際的な孤立によりエネルギー輸出をてことした外交戦略の限界を露呈しています。プーチン政権は軍事力による現状変更を目指しましたが、逆に国力の衰退を招く結果となりました。欧米諸国のウクライナ支援は継続しており、ロシア経済への制裁も長期化が避けられません。一方で中国は自国の利益を最優先にロシアとの関係を見直しつつあります。習近平政権はロシアとの戦略的パートナーシップを維持する姿勢を示していますが、同時に欧米諸国との対立は避けたい考えです。ロシアへのエネルギー依存を深めることは中国にとってもリスクを伴います。こうした状況下でロシアの対中ガス輸出は当初の期待通りには進まないとみられています。シベリアの力2パイプラインの建設は遅れており、価格交渉も難航しています。中国にとってロシアは安価なエネルギー供給源ではありますが、同時に不安定な要因でもあります。プーチン政権は対外強硬路線を維持することで国内の求心力を保とうとしています。しかしウクライナでの戦況悪化と経済制裁の長期化はロシアの国力を着実に低下させています。エネルギー輸出による外貨獲得も思惑通りには進まず、中国との関係も不透明感が増しています。ロシアは国際社会との関係改善なくして持続的な経済発展は望めません。プーチン政権には軍事力による現状変更ではなく外交による問題解決が求められています。ウクライナの主権と領土の一体性を尊重し、国際法に基づく秩序を受け入れることがロシアの国益にもかなうはずです。それができないのであれば国家の崩壊も考えなくてはなりません。
このような状況については海外からも多くの声が上がっていましたのでご紹介します。海外の反応。プーチンは中国に頼りすぎた。ロシアの弱体化が明らかになったからこそ中国は距離を置き始めたんだろう。ロシアは国際社会から孤立し経済制裁で疲弊しているから、もはや中国にとって魅力的なパートナーではないのさ。プーチンの時代は終わりを告げている。中国はロシアを見限るのは当然の流れだよ。ウクライナ侵攻を続けるロシアを支援し続けるリスクは高すぎる。欧米からの非難を浴びるし、ロシアの戦争が長引けば中国経済にも悪影響が出るからね。賢明な判断だと思うよ。ロシアはもう終わった国だ。軍事的にも経済的にもボロボロで、プーチンの独裁体制も限界が近い。そんなロシアに未来はない。中国だってそれくらい分かってるさ。だからこそロシアとは一定の距離を置きつつ欧米とも対話を続けているんだろう。プーチンは中国の助けを期待していたようだが、それは甘い考えだったね。中国はロシアの属国になるつもりはないし、自国の利益を最優先するのは当然だ。結局プーチンは中国に振り回されただけだったということさ。中国にとってロシアはもはや戦略的パートナーではない。むしろ重荷になりつつあるんだ。だからこそ習近平はウクライナ問題で曖昧な態度を取り続けている。ロシアを全面的に支持すれば欧米との関係が悪化するリスクがあるからね。ロシアと中国の蜜月関係も終わりを迎えつつある。プーチンが望んでいた中国からの軍事支援も経済協力も期待したほどには得られなかった。これからは中国がロシアを従えるような関係になっていくんだろうね。プーチンの中国訪問はロシアの弱体ぶりを世界に知らしめただけだったな。かつての大国ロシアは今や中国の顔色をうかがう立場になり下がってしまった。これが現実だ。プーチンの時代は終わったんだよ。中国はロシアとは一定の距離を置きつつ欧米とも対話を続けるバランス外交を展開している。これは中国にとって賢明な戦略だ。ロシアに肩入れしすぎは欧米との関係が悪化するリスクがあるからね。習近平はそのあたりの計算がうまいんだろう。ロシアがこれほど弱体化するとは誰も予想していなかった。プーチンの誤算がロシアを破滅へと導いてるんだ。そんなロシアに未来はない。中国だってそれは分かっているさ。だからこそロシアとは距離を置き始めたんだろう。プーチンは孤立無援の状態だ。頼みの綱の中国からも十分な支援は得られなかった。これでロシアの没落は決定的になった。プーチンの時代は終わったんだよ。歴史はそう記憶することになるだろうね。日本の反応。プーチン大統領が中国を訪問したのはウクライナ侵攻で孤立するロシアにとって中国の支援が不可欠だからだろう。でも中国は欧米との関係悪化を避けたいからロシアとは一定の距離を置くはず。ロシアの期待とは裏腹に中国の本音はお荷物のロシアとは関わりたくないってとこじゃないかな。中国はロシアを見限り始めたって？当たり前だよ。ロシアなんてもう経済制裁で弱体化しきってるし、これ以上つるむメリットないもん。中国だって欧米との貿易の方が何倍も重要だからね。プーチンは必死にすり寄ってるけど、習近平からしたらただの厄介者でしょう。ロシアが弱ってるから今度は中国の言いなりになるしかないんだろうな。昔は中ソ対立で敵同士だったのに、今じゃすっかり主従関係だ。でもそれも長くは続かないよ。利用価値がなくなったらプーチンもあっさり捨てられるに決まってる。中ロ蜜月はいつまで続くかな。表向きは仲良しアピールしてるけど、ウクライナ侵攻を境に関係が変わったのは確か。中国にとってロシアは二の次三の次、いずれ見捨てられるのは時間の問題だろうね。プーチンも寂しい末路だ。プーチンは今回の訪中でめちゃくちゃ媚び売ってたらしいね。まあロシアは中国頼みだからしょうがないか。でも長い目で見たら中国もロシアを切り捨てるだろう。ロシアが弱ればそれだけ中国の世界での立場が上がるんだから。中国はロシアを見限るどころか、むしろこれからもっと関係強化していくと思う。ウクライナ侵攻でロシアが孤立してるから、今が漁夫の利を得るチャンス。中国の思惑通りにロシアを操れるはずだよ。プーチンも習近平の顔色をうかがうだけの存在になるだろうね。ロシアと中国の蜜月はいつまで続くんだろう。
今のところは利害が一致しているから協力しているけど、いずれ対立が起きるのは必至。そうなったら中国は容赦なくロシアを切り捨てるだろうな。プーチンも末路が悲惨すぎる。プーチンが必死に中国にすがりついてるのを見ると、ロシアの没落ぶりがわかるよな。でも中国はロシアをいつまでも大事にはしないだろう。むしろロシアを従属国にして支配下に置こうとしてるんじゃないかな。いずれにしろロシアに未来はないね。中国はロシアとの関係を完全に断ち切ることはないと思う。でも一定のラインは引くはず。ロシアを全面的に支持したら欧米との対立が深まるもんね。だからロシアとは適度な距離を保ちつつうまく利用していくんじゃないかな。ロシアと中国の同盟関係はそう長くは続かないだろうな。今はウクライナ侵攻で利害が一致してるけど、そのうちロシアの弱体化が進んで中国の足を引っ張るようになる。そうなったら容赦なく見捨てられるよ。プーチンの未来は暗いね。ロシアのウクライナ侵攻による国力低下。当初の目標であったキーウ制圧に失敗したロシア軍は、ウクライナ東部南部の一部地域を占領するにとどまり、ウクライナ軍の反撃により占領地を次々と失っています。一部で盛り返しているという報道もありますが、当初の想定を考えたら、このような長期戦になったこと自体、すでにロシアの敗北と言えます。そのためロシア国内では、戦争の長期化に伴う経済的な疲弊と、若者の徴兵に対する不満が高まっています。欧米の経済制裁により、ロシアの GDP は厳しい状況に追い込まれています。2024年も、2.0% の減少が見込まれており、ロシア経済は深刻な不況に直面しています。また戦費の増大により財政赤字が拡大し、2024年には対 GDP 比で 7.5% に達すると予測されています。外貨準備高も大幅に減少し、2022年2月の6430億ドルから2024年5月には2500億ドルまで落ち込みました。プーチン大統領の求心力も著しく低下しており、側近からの支持も揺らぎ始めています。2024年3月にはプーチン大統領の側近であるジョイグ国防相が解任され、後任にはより穏健派のゲラシモフ参謀総長が就任しました。これは強硬派のプーチン大統領に対する不満の表れとも受け止められています。またロシアの軍事的な弱体化は中国にとっても大きな問題となっています。中ロの軍事同盟は米国の軍事的優位に対抗する上で重要な意味を持っていきましたが、ウクライナ戦争でのロシア軍の惨敗はその前提を根底から覆すものとなっています。中国は自国の安全保障上の利益を守るためにロシアとの関係を見直し、新たな戦略的パートナーを模索する必要に迫られています。ウクライナ戦争の帰すは国際社会の秩序にも大きな影響を及ぼすことになるでしょう。ロシアの敗北は力による現状変更を許さないという国際規範を再確認するものとなります。また中国がロシアとの関係を見直し、欧米との関係改善を模索する動きは国際社会の新たな勢力図を予感させるものです。プーチン政権にとってウクライナ侵攻は完全な失敗に終わりつつあります。戦争の長期化はロシアの国力を決定的に低下させており、中ロ関係も大きく変容しています。プーチン大統領の求心力は著しく低下しており、ロシア国内では政権交代を求める声も高まっています。ロシアの敗北は国際社会にとって重要な意味を持つことになるでしょう。力による現状変更を許さないという原則を再確認し、国際秩序を維持していく上で大きな一歩となるはずです。また中国がロシアとの関係を見直し、欧米との関係改善を模索する動きは国際社会の新たな勢力図を予感させるものです。ロシアにとってウクライナ侵攻の大きな目的の一つは旧ソ連圏の支配を取り戻すことでした。しかしウクライナ軍の予想外の抵抗により、その野望は完全に打ち砕かれています。プーチン政権の求心力は著しく低下しており、ロシアの敗北は避けられない情勢となっています。国際社会はこの歴史的な転換点を踏まえ、新たな秩序の構築に向けて歩み出す必要があるでしょう。あなたはこうしたロシアの危機的状況についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。
またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。